い、おはようございます、僕が今いるのは名栗村のあたりですね。でこれから山口峠を越えて、国道299号線の庄丸トンネルのあたりに出ようとしております。今日はいくつか旅の目的をいくつか決めてます。で目的は3つあって、1つは今から行く道に点在する四宮蔵を撮ろうということです。これ今まで僕の動画を見てくださっていた方にはわかるとは思うんですが、僕は四宮蔵が好きで、まあ撮り歩いてるわけですが、ここ最近ちょっと遠ざかってたんですね。で新しいカメラをつい先日手に入れましたので、そのテスト撮影ということも兼ねて、今から3つほど狙いを定めて四宮蔵を撮ろうと思っております。これが第1の目的で、第2の目的は田口峠を通ろうということです。田口峠とはなぜやということなんですが、群馬県と長野県の県境を越える峠です。群馬県と長野県を越える峠道っていうのは大きく分けて4つあります。一番南から言うと武道峠、それから十国峠、それから田口峠で、もう一つは、国道何号線だかは分かりませんが、通称コスモス街道、あるいは富岡街道と呼ばれる国道ですね。この4本が県境を越えるルートとなります。で今回走ろうとしている田口峠はこの4本の中で、最も山であると、そういう道ですね。かなり道も荒れてますし、狭いですし、やっぱり悲惨と言っちゃうと、なんかこう地元の方に悪いような気もするんですけどね。ただこの4本のうちどれを選べと、一番好きなのを選べと言われた時に、多分田口峠は一番最下位の候補になりますね。ちなみに第1位は武道峠です。どれか1本選べと言われたら武道峠ですね。そんな田口峠を、まあかなりひどい峠だというふうに申し上げましたけども、まあ、その後どうなってるかなと。最後に通ったのは多分もう3年前とか5年前とかそんな感じだと思うんですよね。でそこを再び訪れてどんな感じになってるかということを、見ようと、走ってみようということです。それが第2の目的で、第3の目的は、長野牧場の唐松並木でバイクとのツーショットを撮ろうということです。長野牧場っていうのが正式な名前かどうかはちょっとわからないです。これはですね、佐久の市役所が、長野の佐久にあるんですが、その市役所の裏手に美術館とかなんかそういうものが集まったエリアがあるんですが、そこが
広大な農地になってるんですね。でそこの農地を十文字の形に遊歩道があります。車道じゃないですね、遊歩道ですね。でこの十文字の遊歩道に、十文字の遊歩道は空の津波道になってるんですね、両側が。でこの遊歩道から見ると、遊歩道に立ってみると両側に背の高い空の津波道がダーッと一直線に、かなり先まで。この直線はどれぐらいの距離ありますかね、300メートルあるんじゃないですかね、多分ちゃんと測ってないですが、50メートルとか100メートルとかそんな感じじゃないですね、多分200、300メートルあると思います。でこの並木道にバイクを乗り入れるというとちょっと語弊があるんですが、遊歩道なんで、ですからバイクをまあうちらうちら押して入って、その並木道と原松の並木道と T-MAX のツーショットの写真を撮ろうと、こういう狙いです。と申し上げた3つの目的が今日のツーリングのまあ楽しみですね。今日はどうもあんまり天気は良くないですね。晴れっていう予報だったんですが、今見ると曇りになって、ついさっきまで、ね、ちょっと今スクリーン見ていただくと分かると思うんですが、雨すら降っております。今やみました、さっきやみましたね。長野の方は晴れてるようです。だからまああんまり心配しないで走ろうと思っております。はい、今秩父の市街地を越えて、ミューズパークの中の道路を走ってるところです。天気は回復傾向ですね。ここに来るまでの間どうも天気がぐずぐずして雨が降ったりなんかもしてたんですが、今ご覧のように晴れてますよね。空はまだ青空が見えるっていう感じでもないんですが、こっちの方角は青空が見えてきてますね。このまま綺麗に晴れてくれればいいですけどね。あ、日の宮ぐらありましたね。真正面に見えます。ちょっと一旦見えなくなりましたが、はい、見えましたね。かなり規模大きいですね。見張り台が壁で囲われてるっていうか小屋になってますね。で手すりの装飾、こうフレアじゃないな、こう裾がちょっと膨らんだ巾着型っていうんですかね。で踊り場も同じような形になってますね。
移動して次の四宮蔵に向かってます。あ、見えましたね。道の駅上野でちょっとだけ休憩してまた走り始めました。今走っているのは国道299号線ですね。で、次の目的地が田淵峠ですね。田淵峠走るの何年ぶりですかね。本当に久しぶりですね。前回走ったのは、まあ、10年は経ってないと思うんですが、でも5年以上は経ってそうですね。はい、田淵峠方面に向かう道への分かれ道に出てきましたね。ここで右折するわけですね。93号線ですか。須田まで24キロ。はい、いよいよ田淵峠の区間に入ってきました。道は狭いですね。これ舗装再現されたみたいですね。新しく舗装したらそんなに立てないように見えます。ここは慎重に走らないと。ストレスですよね。ダークだから何とでもなるんですが、バイクだから割と気楽に走れますけど、車だったら対向車が来たらどうしようとかいろいろ心配しますよね。されてるだけマシという感じですかね。
高原名物の超くねくね感が入ってきますね。うわこれはひどいな。田口峠の攻略は終わったので、次はこの先にある木の宮蔵ですね。ありました。はい、長野牧場やってきましたね。こんな感じで広々とした牧場の風景が広がっています。こんなのが市役所の裏に広がっているっていうのは、向こうに国道が走ってるんですけども、向こうの国道が走ってる限りこんなものがあるなんて想像もつかないような感じですね。すごく意外性がある。で、僕は今日そのカラマツの並木で撮ろうという話をしたのがここです。はい、ここですね。さっきお弁当買ってきたので、撮影前にあるお弁当を食べようと思います。
今僕は千曲川沿いの国道141号線を南下してます。でこれからいつもの道なんですが、県道2号線に入って最終的にはブドウ峠を越えて上野村に出るといういつものコースを考えております。で今ちょっと結構疲れてますね。疲れてるのもありますし背中がちょっと痛いですね。ということでさっきレッドブルでドーピングを施しました。体が痛くなってからではもう遅いと思うんですが、まあ飲まないよりはマシだろうと思って飲んだわけですが、ではなぜこんなに背中が痛いのかということなんですが、多分田口峠のあのひどい舗装で体がバンバンに揺さぶられたのに耐えたかもだと思います。正直って今から自宅まで200キロ以上あるんでこんなところで疲れてるわけにいかないんですが、